久保さんいやーお金ね大事ですよね。なんで今のお金と今の金未来の金にしましょうか。これ大事なのが目先のお金と未来の金なんですよ。ねあのネットビジネスの場合って結構その未来あのなんだ時間がかかるんですよね。 いきなりっていうのはなかなか難しいです。久保さんが1ヶ月で80万ぐらいね稼げた理由ってもともと c e b o o k やってたんでそこで見てくれてる人がいたんですよ。全くゼロベースで何もやってないっていうことだったらそれは集客する告知するセミナーやりますよって言っても誰も来ない人だって誰も知らないんだから。なんで久保さんが1ヶ月で80万出せたのかっていうともともと c e b o o k やってたんですよねちょっと。 でそれを見てくれてる人がいるからなんか久保哲郎なんかネットビジネス怪しいなのやり始めたなみたいなそのベースがあったからできたわけですよ。それ全くゼロだったら無理ですよ。うん久保さんの新しいチャンネルもねそんなに回ってないじゃないですか。回ってます？回ってないですよね。<laughs> そう阿部ちゃん。だからそう最初はそんなもんなんでだからあのー。 ネットビジネスはどちらかというともう二次曲線なんでここは我慢しないといけないんですよでも目先のお金必要ですよねだから目先のお金に関してはバイトするとかねまあリアルでやるしかないですよだからここをリアルでお金稼ぎながらネットビジネスをしっかりがっつりやっていくっていうこれをやっていくしかないですねうんだからなんだろうなうん今のお金も大事だし未来のお金も大事なんでうんただ あの今のお金だけ稼いでると未来はあ何の変化もないよと今の会社で30年働いたとしてもまあそのパソコン1台でね僕みたいに自由に暮らせるっていう未来は多分ないと思います今の会社で30年今の給料を稼ぐために働いたとしても久保さんみたいな人生を送ることは非常に難しい無理だと思いますだからもし久保さんとか僕みたいな自由な感じで生きたいんだったらその手段を取ってね しっかりと種まきしととくってことです種種まき種まききしないと咲かないですからね分かりますだから目先のお金もしっかりリアルでだからラッキーなんですよサラリーマンやりながらネットビジネスやれるっだって給料もらいながら挑戦できるわけじゃないですかうんでそれで言うそれそう言うとなんか時間がないとか,なんか言い出すんですけどいやいやと <laughs> じゃあどっちどう,どうすんのとじゃあサラリーマンやめてこっち一本で行くのとでも最初超大変だよと だから、軍資金で例えば1年間ね、無収入でもなんとかなるっていう、貯蓄があっていくんだったら、まだしもう、まあまあ、1年間何、何しなくても何とかできるってことだったらいいですけど、何も貯蓄もないのにネットビジネス1本だときついですよ、これ、現実的に。だから、リアルで稼ぎながらやるっていうのがもうベターです、まあ、その安全牌ですね。でも、この安全牌だと、ほとんどの人がやらなくなると。なぜならば、忙しいとかね、時間がないとか言い出すんで。 僕からすると給料をもらいながらできるのでそれをもう徹底的にやるしかないですよ。うん、てかそれが一番あの安全牌じゃないですかねリスク取りたくないんだったら。うん、ただ未来のお金も絶対必要であのそこにどういう準備を種まきするのかっていうのがしてますかと。うん、だから久保さんとかもね動画撮ってますけど結局未来への種まきなんですよ。資産ストック型コンテンツなんで YouTube って。 だから僕も種まきですよ。いっぱいもうとりあえず動画アップしといて、将来の種まきですね、これは。うん、で、僕は今、あの僕のメインのビジネスは、あのコンテンツビジネスですから、今も現行で毎月商品売ってます。今のお金も必要なんで。ただし、今のお金もプラス、将来のお金も必要なんで、あの同時並行でできるわけですよ。ストックもできるし、ね、ストック型、どん,どんどんどん動画も撮れるし。 どん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 スキルもストックしていくしやればやるほど。うん、はいということでいってらっしゃい。